にちは。イヌバーシティマガジンです。こんにちは。マガジンって何のやっていうところなんですけども、イヌバーシティの実践してくださってる方に向けて、いろいろ発信していこうかなと思ってるんですが、日々こう、はい、犬たちと接してると皆さんに伝えたいことってめちゃくちゃいっぱいあって、そういうのをどうやって伝えていこうかっていうのを、はいはい、いつも、ね、話をしながら悩ましいところだったんですけども、はい、ちょいちょい思ったことをこう取って、気軽に発信していこうかなと思うのは、はい、このイヌバーシティチャンネルに、ユニバーシティマガジンに、なってます。これから、はい、いろんなことちょいちょい上げていこうと思いますので、はい、楽しみにしていてください。自己紹介から始めたいと思うんですが、私は、皆さんご存知の通り志保です。トレーナーです。それから西川さん。はい、訓練士の西川です。そう、今、このワンコワークスでさんと一緒にトレーニングをやってるんですけども、そもそも志保さんと出会ったのは今から5年ぐらい前に、僕はそもそも、埼玉の専門学校に行ってドッグトレーナーを目指したんですけども、その後三重県の警察犬訓練所で修行をして、地元がこちらの静岡県の方になりますので、帰ってきてから志保さんと出会って今も一緒にずっとトレーニングをやってるんですけども、普段から志保さんとは犬の話とかトレーニングの話とか、犬に関してのことっていろんな話してるんですけども、やっぱりいろんなワンちゃん飼ってらっしゃるね、家族の方にもそういうの知ってほしいので、せっかく僕らで話してるんだったらこうやって YouTube 使いながらみんなに分かってほしいな、知ってほしいなと思うので、ぜひともたくさんいい情報を言ってきますんで見てみてください。結構もう日常話してる中で、これ伝えたいねっていうことがたくさんあります、はい。でほぼ犬への思いとか、こうしつけに関する思いとか、すごく共通するところがあるので、ほぼ揉めたりすることも全然なく、楽しくやってるコンビです。でもちょっと椅子どうやって座るかでも揉めたねそんなとこで、私はね、アメリカで犬の勉強をして日本に帰ってきて、そのあたりのくだりはイヌバーシティの本編のところでくどいぐらい喋ってるので、またここで繰り返すのはやめておこうかと思います。これからどんな情報を言っていくかっていうのを、どんな情報、具体的に、やっぱりしつけに関する情報も多くなる。ただ実践とかそういったのはね、もうイヌバーシティの方で、紹介しているので、いろんな、例えば犬に対する考え方だったり、はい、今こう世の中で起きていることを、まあ、犬関連で、ね、起きていることについてのお互いの考えを、言ったりだとか、あとは犬飼ってるといろんなシチュエーションに遭遇すると思うんです。例えばもう小さいことを一つ取ってみても、何だろう、保護犬迎えたいんだけどどういうところに気をつけたらいいんだろうとか、いろいろ、ね、そうですね、これから犬飼う方に対してもそうだし、今犬飼って実践している方の中でもこう困ったよっていうのはよく質問にあるので、そのあたりに関しても考え方の方から答えていけたらなと思いますんで、はい、で私と西川さんの会の時には結構このコンセプトのところだったり、考え方、理論だとか、そういったところをお二人でこう喋るのを取ろうかなと思ってるんですけども、いろんなこう実践、爪切ってみたよとか、ブラシしてみたよとか、そう知りたいだろうなと思うようなことを、ワンコワークスのスタッフの、ね、訓練士のみんなにやってもらったりだとか、そういうのをいろいろ交えながらちょっとこう楽しいチャンネルにしていこうかなと思ってます。でウェブセミナー見てくださってる方はよくご存知だと思うんですが、私と西川さん揃うと延々と喋るので、そうですねそこら辺はあんまり長くならないように気をつけつつ、喋、っていこうかなと思ってます。はい、で皆さんからもこういうことについてちょっとドッグトレーナーの意見聞きたいよ、うん、私たちの意見聞きたいよっていうことがあったら、コメント欄のところにいろいろこう要望を書いてもらえれば、はい、2人でまたいろいろ話をしていこうかなと思ってます、はい、また別の動画に分けて、ワンコワークスの紹介とか、そういったところをちょっと撮っていきたいかなと思ってます。次回も楽しみに、はい。
見てください、はい、あ、チャンネル登録もしてね。これからたくさん動画アップしていきます。じゃねー。はい、じゃねー。私たちワンコワークスはドッグラン付きのペットホテルです。広々だわ。スタッフはみんな訓練したのでしつけコースも充実。もっと詳しく知りたい方はこちらの動画からどうぞ。チャンネル登録で応援もしてね。